はい、おはようございます。6月22日の朝です。今、サファリのツアーに向かってます。6時に、ピックアップしてくれるということで、ちょうどね、6時ちょい過ぎぐらいに来てくれました。で、今、まずはどこだろうな、オフィスに向かうのかな。ちょっと荷物があるんでね、それを多分オフィスに預けて他の人たちがピックアップするのか、まあ、多分なんか合流するみたいなことを言ってたんで、もしかしたら現地で合流なのかちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえずはちゃんと迎えに来てくれてスタートが切れたってことが良かったです。まあ、これから4日間ですね、どうなるか分かんないですけど、とりあえず、楽しみたいと思います。はい、ちょっと明るくなってきたんで、今回はこちらの車で行きたいと思います。で、今おそらくこのホテルに泊まっているグループを待っているっぽいですね。はい、今ちょっと休憩中ですね。トイレ休憩みたいな感じ。出発から大体3時間、あ、自分がね、出発から3時間、アルーシャから大体2時間、2時間10分ぐらいです。今日の宿泊地、暗くて見えません。はい、今日泊まる部屋めちゃくちゃいいんですけど、普通にで、一人いたんで、もう一人で、ね、一人で来てる人いたんですけど、それでも別にシェアするわけではなくて一人で使えるっぽい。さすがです。あと、この部屋が何なんだろう。あ、キッチンというか流し、こっちがトイレとシャワーですね。あ、とりあえずめちゃくちゃいいですね、ここ。とりあえずは、はい、6月の23日、3ヶ月経ちました。今セレンゲティにいます。星空めちゃ綺麗ですね。今また今日も朝の6時前、
今日も朝早くから出発です。とりあえずちょっと寒いです。そして星が綺麗だけどこれでは映らないというのが残念ですね。はい、朝焼けいいですね。さっきまでは暗かったけど、7 years. Oh, I think they were younger. Yeah. How much does a lion live? Almost 12 years. 12? Yes. Ah, so they are not so 12 young. 12 years, but the female can reach almost 15 years, but the male is almost 12 years. はい、新馬キャンプサイト、今日はここに泊まります。これが自分ともう一人ね、メキシコ人のルイスに泊まるテントで、2人で使えということでした。結構いろいろとテントはねたくさんあって、なんか集団で来てる人たちもいるっぽいんで、まあ、おそらくあっち側にあるテントはその人たち用なのかな。はい、中はグループとかツアーによると、どうも自分たちでテントで組み立てているところもありますけども、うちはもう出来上がってました。やってくれたのか、もともとあって空いたやつを使ってるのかわかんないですけど、まあ楽でいいっすよね。ということで、Wi-Fi がね一応ね繋がるっぽいんですけど、そんなに強くはないんで、あとシャワーとかトイレとかあるけど、一応ホットシャワーだって言ってたけど、お湯が出るとあんまり思えないんですよね。昨日も全然あったかなかったしね、ほとんどお湯出てないし、またちょっとシャンプーだけ後でしようかな。
と思います。